こんばんはー、はい、森渡るのニコジョッキーでーす。よろしくお願いします。はじめまして、森渡るでございます。そして、今日、はい、アシスタントがですね、はい、ちょっと今日だけになるかもしれないんですけど、はい、これから何回も出てくるのかちょっとわかんないんですけど、一人呼びました。そうです。いいですか。はい、はい、こんばんは、はじめまして、高木総一郎と申します。よーし、よろしくお願いします。失敗した。え、嘘だろ、今のだけで。ちょっともうちょい早めにやろう。ほんまですか。じゃあ早速ですが、うん、まずこれ森渡のね、というか、はい、ね、結構初めましての皆さんがさ、結構書いてくれてるからさ、はいはいはい、俺としてはこれをどんどん読んでいきたいなと思ってるんです。なるほど、初めましてですもんね。はい、はあ、はあはあ、ね、皆さん、皆さん、すごい、でも意外とす、あ、結構いっぱい書いてくれてる、ね、いっぱいコメント、もうめちゃくちゃタンクトップきたってきてますよ。なんだこの妙な芸人感ってきてますね。どれどれどこ、なんだこの妙な芸人感ってきてますね。いや、芸人っぽいですかね。いや、ちょっとずつね、俺バラエティーに寄せてってるからね。はい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 。そうですよね、最近もうずっとバラエティー出てますもんね。ね、この前、ええ、あれ、おかずクラブさん、ええ、一緒だった時に、はい、僕最初テレビ出だした頃は前髪とか髪型とかちゃんとやってたんですけど、はい、最近は嫁とお揃いにしてですよね、前髪を。あ、嫁の金田智子さんと一緒のパッツンにしてるんですよね。そうそう、だからなんかこれを見て、なんかゆいぴーさんかな、はい、なんでバラエティ寄せてきてんすか。確かに確かに、芸人っぽいですよね。そうそうそう、僕なんか直接会うの久しぶりなんですよ、僕渡る君に。ね、はい、俺イケメンって呼んでほしくないの。なんでなんでなんで。だってイケメンなんてさ、いっぱいいるじゃん世の中にね。そう、はい、でイケメン、俺はもうなんか、はい、イケメンって呼ばれてしまった時点で、お前何も他に才能ねえぞって言われてるような気がしちゃう。あー、もうその顔だけ、お前は顔だけだって、ね、お前は顔だけだぞって言われてるような気がして、えー、なんかイケメン俳優みたいな風に言われたら、あー、ちょっとそれしかやっぱりねえのかみたいな気分になっちゃうから。え、じゃあなんて呼ばれたいんですか。いや、だから本当にバカとかアホとか気持ち悪いとか言われた方が逆に俺は嬉しい。バカ、アホ、気持ち悪い。いや、これ呼ばれてほしくないやん、全然。すぐこれ、でももう本当、はい、あ、みんな、あ、皆さんほら、すごいいっぱい書いてくれる。え、ちょっと待ってください、綺麗な筋肉、そうですかね。じゃあ、ゲイメンでいい。ゲイメンでいい。ゲイではないですよね。ゲイなんですか。ゲイではないですよ。あ、ゲイではないですよ。でも皆さんね、いや、ちゃんと奥さんいますから、ちゃんと綺麗な筋肉って言われてるんで。変な奥さんいますから。あ、奥さん、おかしな奥さんがいますから。皆さん、奥さん分かりますかね。森渡さんの奥さん知ってますか。知ってますか。皆さん、ちょっと発表してください。高木くんは関西人ですね。僕は、はい、大阪です。倍か、倍じゃねえよ。脇見せて、脇見せてて、ちょっとせーので見せましょう。なんなんだこれは。なんだこれは。あ、すごいね。いや、すごい。金田、あ、これ野球選手じゃない、野球選手じゃないよ。友ちゃん知ってるよって。そうですよ、金田智子さんというね、人気の声優さんなんですよね。まあ、声優業界で人気かっつったらそうでもない気もするんだけど、いや、だからテレビの人たちがその人気声優って言ってくれてるだけで。いや、人気でしょうよ。だって代表作なんですか。代表作、いや、代表作はお尻かじり虫っていうのがあるでしょ、はい、でも今あの人だって声優の仕事を何もしてないで。今バラエティーですよね。声優1割、バラエティー9割ぐらい。いやいやいや、本当ですよ、本当。だってキャラがすごいじゃない。だから人気声優って言ってあの人が出ると、みんお互いにね、2人とも夫婦で違和感を感じてる。いや、人気声優じゃねえよなっつって、私だって声優の仕事してないもんねみたいな。最近そんなしてないんですか、金友さん。質問、奥さんは類人ですか。好きなタイプは猿っていつも言ってるんだよね。ああ、聞いたことある。猿みたいな人が好きって言ってるんですよ。猿みたいな人が好き。ともちゃんすっかりテレビの人だよね。そうね、テレビが増えてきちゃって。え、これは、まあ、ありがたいこと。何、ともちゃんはマイクにノイズを走らせたことがあるんだよって言ってます。あ、そうそう、ます。最近、ええ、あの人ね、風邪ひいてて咳をよくするんですよ。ゴーゴーって、ええ、で、もともとキーが高いじゃん、ね、うん、喋るキーが高い、声高い。咳だとなんかさらに高くなるの、うん、だから隣で咳してるとね、なんかね、耳のね、奥、なんか脳に直接、俺の脳に直接来るみたいな感じで、なんか昨日本当に気分が悪くなって、俺が。
ああ、なんか、なんですっけ、金田さんの声って、なんかあるんですよね、なんか言ってませんでしたっけ。あ、超音波が出てる。超音波が出てるレベルなんでしょ。そうなんですよ。なんか、いや、あの、これ、ちゃんと詳しく話すと、ええ、超音波全員出てるらしいよ。あ、全員出てるんですか。人間全員出てる。あの、音波って、こう、波打ってるでしょ。うんうんうん、うん。波打ってて、それの、人間は、その聞こえる息と聞こえない息があって、この一定のラインを超えるとそこより上が超音波らしいの。でほとんどの人が超音波ちょっとだけ出てるんだって、こうちょっと超えて、はいはいはい、でも彼女の場合はほぼ超音波なんですちょっとだけ聞こえてる息に出てるんです。あ、そうあれだからみんながテレビで聞こえてるのはあれちょっと、ね、彼女の声の一部分、上積みみたいなもんですか。そんなもんなんですね。ほとんど聞き取れてないのみんな。へえ、じゃあ今の席は、もう超音波の、もうちょっと高いんでしょ、高音が出てるってことでしょ。そう。じゃあ何です。だからかもし、何なのか分かんないけど、はい、外で話してると、散歩してる犬とかが振り返るの、毎回。へえ、すげえ。なんか、向こうに歩いてるの、こうやって見てくる。犬がですか。じゃあ、もう人間には感じへん、なんか、あるんでしょうね、動物には感じる。なんだろうなと思って。